クリスマスイブの夕暮れ、ウィンディアは街で凍えて泣いている女の子に声をかけました。どうしたの？女の子は答えました。迷子になったの。ウィンディアはその子をお屋敷に連れて帰ることにしました。それが聖夜を悪夢に変える出来事の始まりだったのです。おじいちゃん！みんなの大好きなディオールおじいちゃんが血を流して倒れていました。おお誰？メリークリスマス。ニッカキニッカキ、あのディオールをついにやっつけたもんね。その小娘はもう用済みだから、おいしいちゃお。お土産もいただいたし、もう用はないや。バイバイ。
ちゃった。早くあれを全部集めないと。え？本気？全部方々に飛んでっちゃったんだよ。あの願いの音符は音符の並び通り奏でると何でも望みが叶うらしいの。何でも叶う？あれでおじい様の怪我が治るかもしれないんだから。待って、フォレット！行きますわよ。戦いでした。行きますわよ。
よりよりパワーアップ。浴びれましたわ。行きますわよ。行きますわよ。
ろいよ。くたびれましたわ。ウィンディア、キャスパ、お姉様、お姉様、何かあったの？おじいちゃんが、おじいちゃんが、おじいちゃんが死んじゃったよ。え？どんどん冷たくなって、私のせいだ、私が殺したんだ。スーピー、違うわ、あなたのせいじゃない。悪いのはサタンクローズ、全てあいつのせいよ。ひょっとしたらおじい様を助ける方法があるかもしれない。どういうこと？願いの音符を全部集めて、私たちの願いを叶えてもらうのよ。おじい様を生き返らせてって。じゃあ、おじいちゃんは？まだ望みはある。さあみんな、急ぎましょう。行きますわよ。